はいどうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね、はい、いや今回なんですけどね、熊野古道ですね、始めていきます、熊野古道の小平地ですね、そこ行きたいと思います。はい、いやですね、熊野古道70キロ歩くというところでね、3泊4日で行きたいと思いますけどもね、まあ、なかなかね秋の足の痛みがね、だいぶ取れてきたんで行こうかなというところなんですけども、ちょっとね、無事安全に行きたいと思います。はい、でね、いつものようにね、あんまりね寝てないんですよね、出荷が忙しくて寝れてないってところでね、今天ヶ茶駅かな、そこから九楽橋駅までね、ゆっくり寝てからね十分に英気を養ってから行きたいと思います。じゃあそんな感じで今から、高野山に行ってみよう。座りてえな。はい。しんどいわ。ケーブルの穴が。私も寝ましたね。全然寝たりもない。寝ない？すばし8時3分やったんだ。豪快な めっちゃ神秘的なとこやな。南海バスが多い。これ31、すごい。売店で柿の外し買いました。明日の11時まで持つみたいです。柿がすごい有名なみたいでね、それで使ったお寿司ということで、日持ちするみたいですね。ほんでね、これ440円なんですよ。ちっちゃい袋が欲しかったんですよ。飴の小袋が、ね、欲しかったんでね、それ買ったんですけど、こんな美味しいものを買いました。ラッキーです。はい、マップ、活動しました。ここからね歩いて弁天岳大門っていうところかな、行きます。はい、今日から3泊4日か。いいっすね。今日は天気持ちそうなんで、ちょっと頑張っていきましょう。今日は歩くのだいたい6時間ぐらいか、休憩入れたら 7時間ぐらいかかな、5時間なんぼか。ちょっとね頑張っていきましょう。荷物は、13キロか測ったらね、まあいい感じじゃないでしょうか。テントがあってね、こんな感じでよいしょ。はあ、今日あれやな、あんま寝てないから早いって爆睡したろ。爆睡して明日に挑もう。なんかいい雰囲気のトンネルがあります。すごいなんか平日の朝にこんなザックス背負ったおっさんがということで、物珍しそうな顔でおっさんが見てましたね。おっさんがおっさんを見てましたね。はい、今日ですね、この、ライフタイムマウンテニアリング LTM のですね、
スーパーナチュラルさんのコラボベースレイヤー、サンプル第3弾からのねフィールドテストしております。はい、あ、なかなかねちょっとねやっぱりアイスブレーカーとかに比べてねちょっとダボっとしてるデザインなんでね、 T シャツのように着てもらいたいんですよね。はい、ちょっとベースレイヤーっていうよりもロンティーっていう感じですね。なんでね今ちょっとねゆとりがあるシルエットなんで、風が吹くとねすごく、抜ける感じになって気持ちいいですね、このダブつき感が。うん、風にゆらゆらベースレイヤー揺らされて気持ちいいですよね。完全に昔バス停やったくぼみやな、これバス停なくなってんだ。はい、道路を歩いております。大変やなこれ、こっち行ったら和歌山大阪に帰りますね。よいしょ、大門 600m、 もうちょっと。おー、すごい立派な建物、大影なおか、何やろ、気になるな。こういうことをしてると遅くなっちゃうんだけど、ちょっと気になるから見ましょう。すごいなこれ、あ、高野山って書いてるやん、大影向き、よくわからん、地図あるわ、見てみよう。これが大門か、これね、大門しとるわ、ほんまでっかいもんやで。こうして見ると結構町やね、これ小学校も大学もあるし。そういえば京橋の友達が高野山大学まで通ってたけど、これケーブルカー乗ってバス乗ってこんなとこまで来てんねや、えらい時間や、これ2時間半ぐらいかかんちゃうか、これすごいな。はい、気温 17.6 度、すごいね、心地いい今ベースレイヤー、ちょうどいい感じで、暑くもなく寒くもなく、ウールが消失してる感じがしますね。はい、湿度がもう多分80%何%ぐらいちゃうかな、81%、エアーってなってます。視聴者さんからもらったマンゴーバイ、粉子ね、ま、今日のトレーレミックス、かりんとう、豆、ナッツなどなど、女子受けしないトレーレミックス、助けの地蔵、助けの地蔵は困ったことがあった時に一生懸命に祈りを捧げる者の願いを聞いてくれると言われるお地蔵様で、一眼地蔵とも呼ばれていますか。どこやつ、あ、これか地蔵、これか、これか、これか、開くん、開いた、あーすごい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 ですね、一生懸命願わなあかんねや。今日の参考、無事に終わりますように、怪我なく、熊にも出会わなく無事終わりますようにお願いします。熊出没注意、人間は道入っていった、この道クマ出てきそうやな。こうやって一人で喋っとこんと出てくるねや、ほんま。このちょうど暗い曇りの感じやったら、なおさら出てきそうっすね。よいしょ。お、
通の住宅街でできた。11ポイント現在地、あ、こっち六ウトウゲに行くのか、こっち違うの、こっちか、あれおかしいぞ、こっちか、高野山女人道12ポイント結構こういう風な分岐は多いんですけど、こういう風に書いてくれてるんでなんとかなりそうですね。よいしょ。ああ、何この付近で熊出没が確認されましたと。わあ、この付近で、熊の出没が確認されましただと。マジか。マジか。さすが熊の鼓動やな。あ、一応これ熊ガードついてんじゃん、これ。これ熊ガードかどうかわからんけど。おお、なんかいい感じ。あ、民家も結構あれね。くれてるわ、13ポイント。よし、こっち。結構くだらすね。14ポイント。15ポイントまで目指します。すごい15ポイント迷いやすい。こっち行きそうなったけどここがあった、はい、はい、ちょっと今日は登りがきつい、はあ、はあ、きつい。はい、今ね、ムーンライトギアチャンネルで、見て衝動買いした、ハイマートベルクで衝動買いした、コアベスト、OMM コアベスト着てます。なんかね、これミドルレイヤーでも使えるみたいなんですけど、ドライレイヤーで使うとすごくいいっていう風にね、ムーンライトギアチャンネルで見てね、買いました。ドライレイヤーで着てみたらね、めっちゃいいっすね。だいぶ汗の吸いが全然違います。結構ね、この登りやったらきついと思うんですけども、乾いてるんじゃないですかね。でも、この、ベースレイヤーにもほとんどね、ベースレイヤーほとんど濡れてません、これ。ね。これちょっとね、あと、匂いチェッカーも持ってきてるんでね、今日夜ね、とか2日後、3日後ね、匂いどうなってるかどうかっていうのをね、このベースレイヤーも含むね、ちょっとテストしていきたいと思います。はい。はい、六路峠着きました。で、大滝口女人道跡。あ、一応ここは女の人通り取ったんか。なるほどね。大きな休憩所になってたとこですね。ちょっと休憩しましょうか。椅子がねえな、ほんま。休憩場所じゃねえじゃん。猫ヘチ。よっしゃ。六路峠。はい、ちょっと美味しいエナジードリンク研究所、お家な飲みたい。水と一緒に飲まなあかんのか。ちょっとこれ飲んで、水飲んでって感じしましょうか。ああ、うまい。最初めっちゃ濃いけど、水で薄め持って飲むとめっちゃ美味しい。ああ、梅も入ってるんでね。一気に疲れ癒されますね。クエン酸、クエン酸。すごいな、これ。ゴミにゴミ捨てとるやんけ、ほんま。これはもう永遠にこのままやね。ドラム持っていかん。ドラムしっかりないしな。ドラム持って帰ったんやろか。こんな不法投棄あるか？これ車で突っ込んでもうて、そのまま出られへんから、捨てたんかな。いろいろ憶測よぎりますね。しかしすごい歩きやすいね、道が。ええ感じ。おー、初めての展望、来ました。
すごいいい感じです。いやー、これ一歩一歩歩いて70キロやろ。めっちゃ遠いやんけ。70キロ言うたら俺ん家から高野山ぐらいまであんで、あんだけ電車で2時間ぐらいかけて行ったのに、2時間半かかけて行ったのにな。俺ん家から大阪市内から高野山ぐらいまであるじゃないですか。それを歩けと。山の中で3泊4日。完全に昔の人やな、これ。ギアは令和やけど、もうあれですよ。天保ですよ。行動は天保ですよ、天保。はい。はい。鈴木峠着きました。小平地。これあれ、熊野古道先からこう峠で休んでんねんけど、ゼロベンチやんけ、ほんま。ずっとゼロベンチやんけ。そういうもんか。こんなベンチのない山初めてやで。いやー、しかし天気もってよかったね。梅雨の中から行ってみたけども、明日がちょっと雨降るみたいな。ほんで、おばこ岳ね。明日が一番高い山かな。200名山のおばこ岳行くんですけど、そこで雨降ってなんか景色見えんかったらちょっと残念やな。まあ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 、それ祈りましょうか。で、また、何日かね、やっぱ3泊4日なんでね、どれかは雨降るとマシや、梅雨の時期なんでね、まあまあまあ、一人だし、こんな感じで、ね、昔ながらの行動ですね、歩くのも神秘的じゃないですか。はい。まあ、プラスに捉えて、ね、70キロ頑張りたいと思います。すごいな。この付近は、高野マスタケ、高野シマキなどの、受け入れにつき立ち入りを禁止する、無断で立ち入った場合は警察に通報し罰金500万円を課しますって。罰金500万円えげつないな、これ。罰金500万ってね、最初に100万とか200万ぐらいの会議をしてたんでしょうね。200万、いや1000万、いや1000万はやりすぎやろうとかって友達として会話してたんでしょうね。で、500万に収まったって感じでしょうね。これ勝手な憶測ですけど。はい。ね、何がやりすぎかもわからんけど、500ぐらいにとったらもう来んへんやろ、みたいな感じなんでしょうね。はあ、難しいですね。マッタケの山に入ったら罰金の相場が、500万円ってことです。はい。むっちゃ監視カメラついてるやん、さっきから。どこが監視カメラにこれ書いてあるだけちゃうんか、これなあ、よし、相当儲かんねえよな、こんな監視カメラつけてくれやったら。相当マッタケがたくさんあるんでしょうね。おお、晴れてきた。すごいな、予報とえらい違いや。晴れてきた晴れてきたで暑くて厄介やねんけどな。まあ、わがままばっかり言ってる方がいちゃうな。とりあえず行きましょう。どっちや、紛らわしいな、これ。俺ピンクブレイブむちゃつきまくってるんで、どっちが正しいね、ほんま。まあ、こっちでいいんか。重曹やったらすごいアップダウン多いな。あ、一応ここ見ても水汲めるみたいなんですけど、ちょっとね、もうちょっと先へ組みましょうか。まだまだ水はあるんで。一応ね、今日もあれ持ってきましたんで、浄水器。ね、今日はなんか違う浄水器持ってきたんですよ。軽いやつね。あ、ここ水汲めるやん。うん。軽いやつ持ってきたんでね。それ使いましょう。とりあえずまだまだ水はね、いけますんで、後々、汲めるとこで汲みましょうか。はい。おぉ、綺麗やな。なんか滑りそうな橋やな、これ。さすが和歌山、川が綺麗、すごい綺麗。そうです。怖っ、これよう見たら怖っ。
不良品じゃな怖いなんてやる、俺が見たら。そしたらね、うわ。パワーセルした気持ちよさそう。これスマホ落ちるやん、これ。下手したら。よっしゃ。はい。下りからの急な林道の上り。きついここ。早速禁断の柿の外し、ちょっと食べましょうか。食べて元気出していこうか。はい、しめ鯖です。うん、これも美味。うん、酸っぱいもん癒されるわ。この登りなんとか行けそうっす。マジか、これ登った後下れると思ったらこっちかよ、おい、こっちかよ、おい。ああ、しんどい。こんな登れなあかんのかい。大滝に着きました。これは大滝集落じゃないですかね。集落道、集落着いたか。田舎歩いてる感じ。よし、取り出すの出すね。トイレここあるやん、集落やからか。すごいな、このとこ。ちょっと座れるじゃないですか、ここ。ああ、ここで、あんなとこでおにぎり食わずに、ここでおにぎり食えばよかった。はい、ちょっと休憩しよう。こんなところに立派なところあるじゃないですか。はあ、ちょっと先を急いでもらうな。とりあえず休憩しよう。はい。30分ぐらい、寝落ちしましたよ。完全に寝落ちた。はい。今後、人参まで行っていくと、うわ、馬子岳まで一気に上がんねや。ほんで、三浦峠に思いっきり下がって、果てなし峠までまた行って、この三つの峠が、このルートで一番きつい言いますよね。中で、そうやな、小平地は世界遺産、最も険しい経路の一つであるやって。そう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 、行きましょう。寝てる場合じゃなかった。相当眠たかったんやろな。座った瞬間も気持ちいいしな、基本的に。もう30分ぐらい落ちとったな、ほんま。行きましょう。そんなに足裏感覚になくて、クッション性もあって、クマ出現って書いてるやん。YouTube チャンネルやってみたいです。一個打つ、はい、611ビデオ、はい、24.2K って何万人や。 2K でいいですよ。20、え？ 24,000 人？2